YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。あいたんこと富山あいと申します。私は YouTube が大好きで、一日何時間も何時間も見てしまうんですけれど、 YouTuber として大事なのは元気さなんです。前回ですね、ゲーム配信をしたんですよ。そのゲーム配信を見た社長から、なんだこれはつまらんと言われたわけなんですよ。私だけのせいじゃないと思うんですよ。一緒にやった赤坂修二度 C さんという方がいらっしゃいまして、どうやるんですか、元気にできなかったわけなんですよ。全部赤坂修二度 C のせいだー。というわけで本人を召喚。いらっしゃい。ああ、赤坂修二度 C さんですね。赤坂修二度 C です。召喚しました、ここに。先日ありがとうございました。ありがとうございましたじゃないですよ。楽しかったですね。楽しかったですね。修二さん、はい、今日は私はあなた変化させます。修二さんは元気がない。元気ですよ、僕。そういうことじゃない。声のトーンが暗い。最近 YouTube やってるじゃないですか。はい、やってます。ドシー TV という。ドシー TV やってます。暗い。あんま伸びてないじゃないですかチャンネル登録者数もこの間相談したの、お笑い芸人の杉原さんと3人でやりましたね。やりましたね。そこの内容にもありました。暗い、テンション低いと。そうでしたね。ありましたよね。ありました。やってるんですか。やってないです。買いに来てもらいました。今から再生回数500回とか1000回とかいく動画を作るんで、うん、作るんですか。伸ばします。ありがとうございます。再生回数とかチャンネル登録者数が伸びるには元気が必要なんですよ。元気がない。先日ドシー TV でも上げられていたワークマンの動画、終わりがサイコパスすぎる。必要なのは元気。普段どんな感じで挨拶してるんですか。ちょっとやっていただきましょう。はい、どうも赤坂修二ドシーです。そんなびっくりする。なんて言いました。どうも赤坂修二ドシーです。普通すぎる。普通。元気ない。ボーカリストですか。こうバーンって出さないと。車通った。ワントーン上げてみてもらって。どうも赤坂修二度 C です。あ、いいんじゃないですか。じゃあもう一段階、ワントーン上げて。どうも赤坂修二度 C です。いいですね。ちょっとちょっと声高くしただけじゃないですかこれ元気。目は見開きましたね、今ね。いや、いい感じ。どうも赤坂修二度 C。 笑わせるぞっていう感じが出ててすごいいいです。最初から笑わせる気はあんまないんですけど。ないんですか。いや、その5秒が大事なんですよ。YouTube はテンポ感がすごい大事なんです。チャッチャチャッチャチャッチャ行かないと飽きちゃうんですよ。挨拶ちょっとやってみてもらっていいですか。はい、どうも赤坂修二度 C です。遅い。その間にみんな別の動画行っちゃいますから。テンポ感よろしくないなって言って、テンポだいぶシュッてやって、シュッとテンポをいや、この160ぐらいでやんないと、はい、テンポ160。見本見せてもらっていいですか。見本？これちょっとできる自信ないんで、ちょっと任せてくださいよ。皆さんどうもこんにちは、こんばんは、あおいたんことざいまと申します。昨日食べた夕飯の話なんですけども、吉野家の牛丼を食べました。吉野の牛丼大丈夫ですか。任せてくださいよ。じゃあね、ここで修二さんにもやってもらいましょうテンポ160で自己紹介。どうも赤坂修二度 C です。昨日はウーバーのつけ麺食べました。あ、すごいいい感じでした。すごい。これいいんすか。テンポ感良かったです。刻んでる感じがすごい良かったです。このテンポ感ならみんな見続けてくれます。あ、自分が使いちゃう。で、見てる人はその方がいいってことですね。心地よいテンポ感です。あと YouTube に大事なのは、はい、企画力。どんな面白い企画を持ってこれるのか。見てる人の心を引きつける企画ができる。大事だと思うんですよ。そこで今日、赤坂さんが好きそうな赤坂に合う酒のつまみを持ってきました。雑だな。僕の好みよく知ってる感じです。教え TV 見てたら分かります。ウイスキーにいろんなものをつけたりするから、うん、これナチュラルローソンに売っているお酒のおつまみなんです。赤坂修二度 C に合うベスト3。イエーイ。テンション低い。もう一度やりましょう。赤坂修二度 C に合いそうなお酒のおつまみベスト3。イエーイ。3位、シシャモ。シャモ好き。あ、好きですか。私は好きじゃないんですけど。第2位小金崎イカ。そして第1位イカ天瀬戸内レモン味。これは本当に僕めっちゃ
買います。私も好きで、この3つを店舗160で赤坂さんが紹介するんです。でドシエ TV の方では明るい赤坂習字ドシエが見れるんですけど、この代々木バーバラのチャンネルではその裏側をお見せしていきたいなと思います。その明るい方の赤坂習字ドシエの TV は概要欄に載せてありますので、ぜひチェックお願いします。じゃあ実践編ということで、普段通り最初はやってみてください。はい、どうも赤坂習字ドシエです。よろしくお願いします。今日はですね、僕ビール好きなんですけど、ビールに合うおつまみをベスト3紹介していきたいと思います。ごめんなさいこれですね、これですみたいなのが一番分かりやすい。いや元気とテンポが悪い。おいしいファンしか言わない。開かない、なかなか開かないこれはよろしくない。というわけでこれを店舗160飲んで食べて紹介してください。これです。はい、どうも赤坂修一俊です。今日はビールに合うおつまみをベスト3紹介していきます。まず第3位、どうでした？元気かどうかわかんないけど、ちょっと新しい一面は見せれたんじゃないかな。あ、すごい良かったですよ。こう160波に乗って飲んで食べて紹介してこのテンポ感素晴らしい。みんな飽きないと思います確かにこれは見ちゃうのかな。まあでも結果、よりサイコパス感が増したんじゃないかなと思います